ってないよ。新しいの買わなきゃ。今日の表に食べたラーメンはどうだった？今は大丈夫ですか？痛くない？何もないよ、大丈夫だよ。全然。今日食べた、前回食べたプルダックの方があれだったかも。胃がずっと熱い感じだったけど、今回のそれないよ。はでもどうかな、ちょっとかな多分。でもなんだろうな、ずっとフルタックの方がずっと胃が熱いっていうか、そんな感じだった。メイクしてますか？メイクめっちゃしてます今。してますね。前髪切る配信、前髪切る配信はしてないよ。しないよ。北極ラーメンも怖かったけどね。なんか動くですから、動く挑戦するのはいつだろう。また辛いのが食べたくなった時にあればかな。ヤングの辛いの食べたこと、あの極撃からみたいなやつ、一口、何口か食べたことはある。その家族でお母さんが食べてて、みんなで何口か食べたことはある。でも全部食べたことはないや。多分ペングの方が絶対に辛い。明日イベントあれかな。いや、あさってだね。21日までだから、あさってだね。すぐ行ったけど売ってなかった。あら、売ってなかったか。売ってない店舗もあるのか。メガマックスって、メガマックス量が多いやつ、量が多いのはちょっと無理かな。無理できてない。僕は通常ラーメンに七味一本辛そう。普通に量多かった今日食べたやつ。ああ、普通のカップ麺に比べたらちょっと多いかも。普通のカップ麺に比べたら多いかもしれない。でもそんなにめっちゃ多いってわけだな。大食いエピソード、
くりない講習就職の方ではないけど、私めっちゃ僕言ったわけでもないかもしれない、ないから就職ではない。スープ飲んだよ、辛かった。スイパラ行ったことないよ、わかんない。ヨロケもしもし、あ、したことないな。それも唐揚げ100個もないよさあ何個とか数えたこと100個も食べたことはないけど、わかんない。明後日は終了時間直前の話なんだけど、明後日はできると思う。できる。明後日はできるね。餃子50個でも、餃子50個でもなんかやってみたいけどね、そういうのなんか1回ぐらい大食いみたいなやつ、その食べれる気しないけど。30皿食べるみたいな、ね、優しい。いや30皿も食べたことはないやそれはない。食べたことないから分かんないよ、どれを何個みたいな感じで食べたことないから分かんない誰は何個みたいな感じで食べたことないから分かんない。わんこそば、わんこそばも食べたことない、分かんない。なんかそれ数えたことない、そういうの普段絶対食べないもんだってそうやってこれを何個食べるみたいな感じで食べないから分かんないよ、分かんない。美味しく食べた方が美味しい、まあそれはそうなんだけど。数えなくない？わかんないだから。特にわかんないけど。いやそんなにめっちゃ食べれるわけでもないと思う自分。草食ではないだろうけど。普通ぐらいじゃない？多分。うん、ジロ系ラーメン食うのもめっちゃお腹が空いてる時しか行かないし。食べれない。回転寿司はそんなこと、あ、回転寿司のぐらいでも十何皿ぐらい、もう分かんないやいつもどれぐらい食べてるか最近行ってないから分かんない。家族で一番のお父さんかな、わかんないけどかな。マシマシ、いやマシマシはしたことないかも。野菜マシくらいしか、ちょっと多い。料理とか大盛りとか基本頼まないからな、分かんないよ。コスコで
レンス一人で食べきる京香ちゃんを尊敬してガストコンチレンス一人で食べきったことはない。それはない。あ、無理だよあれは。一人で食べきるのはしんどい。家族みんなで食べて何日間かで食べれるくらい。一人は無理だあれは。あれは無理だな。大盛りのメニュー頼んだことない気がする。わかんない。最近はないね。お腹が空いてる時でラーメン食べたいなって時しか行かない二郎系。ラーメン買い玉したことない。したことないや。してみたい。結局いつもせずに終わるんだよね。ステーキのワイルドステーキ、キノリステーキあんま行ったことないや。何回かしか。ワイルドステーキ食べたことあるか。ハンバーグかな、何回か食べたことあるんだけど、ステーキも食べたことあるような気がするけど、ちょっとあんま覚えてない。弁当3個は食べたことないね。ないない。そこまで私大食いじゃない。小食でもないけど普通ぐらいだった。そんななんかみんながわかるような感じの大食いではない。違う。2個もない。1個だねいつも。そんな感じじゃないよ私。びっくりドンキーも数えられるぐらいしか行ったことない。4回ぐらい。そんぐらいしかないや。今年かな、今年入って初めて行ったから、ね、びっくりなき今まで行ったことなかった。今年4回、いや3回ぐらいだ。3回。今年初めて行った。まあ今まで行ったことなかった。ジェフラちょっと数えきれないわ。わかんない。何回言ったかわかんない。それで1、2回ない。全然ない。ジェフラって置いたじゃない、九州のさ。置いてあるときにファミレス行くってなったらジェフラだからな。ジェフラそんなしたことない。言うほどした。高校生ぐらいしかしないからな。あそこ行って勉強するの言うほどしたことないよ私は。ガストも少ないわ。びっくりドンキーぐらい。回数で言ったら あんま変わんないと思う。多分ガストの方が多い。ちょっと多いぐらい。全然行ったことないよいろんなお店。私行かないかな。まあ会食そんなに行かないから。一人
人飯は行きたい。一人で食べるの全然平気。一人で行くの。一人何何みたいな。一人映画はちょっといいけど。なんかね、行きづらいってわけではないんだけど、一人で映画館で見るんだったら DVD、なんかサブスクとか出たからでいいなって思っちゃう。だから一人映画はちょっといいかなって感じ。ご飯系だったら全然いける。呼べる全然呼べる。一人ボウリング、ボウリングは一回しか行ったことない。ちゃんとなんかさ、スポッチャの中にあるさ、ボウリング、ちっちゃいボウリングは何回かしたことあるけど、家族で行っただけ。あのボウリングだけのやつ一回しか行ったことない。家族とかと行かなくて、家族はしないからな、全然そのボーリング。ボーリングはそもそも一回だけ行った。私行っただけで何もしてないわ。え、なんかそんな気がする。なんか友達が先にいて、その友達と合流するために行ったんだよね。自分も何人かいて、友達で、で向こうも友達何人かで、先になんかボウリングやってて、まあ、ここなんか何してるみたいな感じになって、もうボウリングしてるみたいな、その友達が2人でかな。で、あ、じゃあ今からそっち行くよみたいな感じで行った。やってないわ私ボーリング。行っただけだわ。そういえば合流しただけ、やってない。投げてないんです。そうと、うん、確か私の友達、その私一緒にいて合流しに行った友達は投げてる子もいたけど、投げてない子、投げてないわ。行っただけだ。見てたわ、そう終わるのずっと。借りたいもしてないね。ボウリングはね、なんかミニボウリングみたいな、なんかスポッチャにあるやつ、ちっちゃいボウリング、あれはやったことあるけど、やったことないね普通のやつ。そういえばやってなかった、行っただけだった。そう、友達とところに合流しに行っただけ。何だったっけな、もう覚えてないや全然。結構ちっちゃい頃、小学生、中学生の時もあったかな、小学生ぐらいの時かな、やってたぐらい。もう覚えてないや。もう最近あんまスポーツ行かないけど、行ったとしてもそのボウリングがなくなっちゃった。滑りたいみたいなやつ、そもそもボウリングちゃんとしたやつやったことない。やったことないからな。そんな悲しい歴史、悲しい、悲しかった今。え、なんかあったっけ。悲しい歴史、また行った遊びがね、いっぱいあるもんね、いろいろ。なんかゲームとか他のスポーツ系とか
ランドはスポッチャしか行ったことない。先の方ボーリング、ああ確かにドワッシュ行ったことはない。なんかそれボーリングしようで行ったことはない。そう、合流するために行っただけだからな。ちょっとボーリングしようってなったことない今まで。そうなったら多分行くだろうけど、なんないから行ったことないよ。一人スポッチャしてくる、強っ一人スポッチャは強い。ウォッティングセンター、ウォッティングセンターはあのエリナちゃんと撮影の時に1回だけあるかな。そのバッティングセンターだけは。ラウンドワンのスポッチャの中にあるバッティングセンター、バッティングのやつは行ったこと、あ何回かしたことあるけど。一人映画、一人映画はと行かない一人で行こうと思えば行けるだろうけど、うーん、一人ではなんだろうな、一人でだったらいいかなみたいなこうわざわざ行くほどでもないからって思っちゃうサブスクで出てからでいいやみたいな。友達と行くとかだったら例のはないね今まで。でもこれからもしない一人ならどこまで行ける、どこまで、でも旅行も国外だったらあれだけど、ちょっといろいろさ喋れなかったりするからさ、言語ちょっと厳しいだろうけど、国内だったら行こうと思えば行けるんじゃない行ったことないけど行こうと思えば。でも面倒くさくなりそう、一人だと余計に行くのが。ご飯屋さんも全然行ける。アバターガチャの言うと今日までだから浮かせた方がいい。1個で100ポイント、おアバターガチャの言うと今日まで。じゃあ皆さんもぜひ持ってたら投げてほしいです。アバターガチャのギフト、丸いギフトかな、あのガチャガチャのカプセルみたいな。かな、今日までらしい。あ、チャレンジからもらえる。そうです。チャレンジからもらえるみたいな。計画しても当日旅行キャンセルしてそう。いや、さすがにチケット買ったらのキャンセルはしないけど、そう、めんどくさくなりそう。行くのが一人だと余計に。引き取り焼肉はね行ったことあるんだよな行ったことある行けるね全然。今日までかとめさん投げるね、ありがとう、ありがとう。なんか限界なんだろう。でも確かに一人ディズニーとかさ、そういうさ遊園地系はやったことないや。一人遊園地確かにそれはハードル高いね。一人は遊園地とかは誰かと行こうが楽しめそうあでもそのさ相手に合わせなくていいっていうのもあるけど、ご飯屋さんにも行けるねとか、一人でご飯は結構行ったりする。
授業は一人で入った？すごい。遊園地、一人遊園地はないよ今まで。一人ないな。じゃあご飯屋さん、ご飯一人何何、そうだね、ご飯屋さん今までしたことあるのはご飯ぐらいかな。27分、ありがとう。じゃあランキング見ましょう。13位からランキング見ます。13位なるせさん、ありがとうございます。12位トカチンさん、ありがとうございます。11位トワさん、ありがとうございます。 10位ゲロウさん、ありがとうございます。9位ヤンさん、ありがとうございます。8位ハーブのどあめさん、ありがとうございます。7位マモさん、ありがとうございます。6位グランツさん、ありがとうございます。5位オーマサットマーク015。今日から強化に強化おいさん、ありがとうございます。次4位、違う、めっちゃ変わったか、変わったのかびっくりした。ちょっと早めに読むか。13位かも変えますね。13位ハーブのダーメさん、ありがとうございます。12位イルカさん、ありがとうございます。11位マモさん、ありがとうございます。10位グランツさん、ありがとうございます。9位トカチンさん、ありがとうございます。8位フミヤさん、ありがとうございます。7位マットさん、 MAT さん、マットさんかな、ありがとうございます。6位チェリオさん、ありがとうございます。 6位言ったわ。オーマスアットマーク015アットマーク今日から今日かに今日かおいさん、ありがとうございます。次が4位メロさん、ありがとうございます。3位カズさん、ありがとうございます。2位庭のワニさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。次の配信は21時半からです。じゃあまた、次の配信で、もう時間になっちゃうわ。次の配信でまた後で。またね。ありがとうございました。バイバーイ。